こんにちは。天馬アカデミー、堀秀夫です。今日は、日本は物価が安いというお話です。アマゾン輸出が稼ぎやすい理由はですね、物価の安い日本から、物価の高い、英語圏、アメリカに、物を動かすためなんですけど、まあ、日本は物価が高いという先入観がある方が多いです。これをね、海外で暮らしたことある人だったら、まあ、全く間違えてるというか、日本は物価が安いっていうのもわかるんですけど、まあ、ほとんどの人がね、海外で旅行ぐらいは行ったことあっても、生活はしたことないと思いますんで、まあ、それはしょうがないのかなという気がします。そこで今日は、お寿司を一例ですね、アメリカじゃなくて、まあ、シドニーですけど、まあ、シドニーもね、アマゾン輸出をやって、販売する、有力な国ですし、まあ、何よりも私が住んでて物価がわかりやすいということで、ちょっと物価の違いをお知らせしたいと思います。これね、シドニーの回転寿司、我が家でよく行く回転寿司の、お店の写真ですね。まあ、回転寿司ですよね。まあ、皿を取っても、ネタを取っても、まあ、回転寿司なのと、かけ値なしの回転寿司です。で、うちは9歳の娘と夫婦、ね、親子3人ですけど、159ドル、そして126.5ドル、別な日ですけどね。まあ、だいたい、安くて100ドル前後。高いと、この159ドル。これね、今までの最高記録ですけど、ぐらいのお金がかかります。で、オーストラリアドルってのは今93円か4円ぐらいですから、まあ、ほぼざっくり100円と考えてですね、まあ1万5000円、ちょっと、1人5000円ぐらいですね。で、126だと1人4000円ぐらい。これ日本のかっぱ寿司だとどうでしょうか。だいたいですね、家族3人で行ったら4000円ぐらいじゃないですかね。私も福岡にいた時に同じメンバーで回転寿司食べてましたけど、かっぱ寿司とかね、行った日には大体4000円ですね。かっぱ寿司で1万円なんてありえないですよね、3人で行ってね。そんなわけで、回転寿司はほぼ3倍と。で、昨日、まあ、会員さんと話しててね、日本が物価が安いってのはなかなか信じられなかったんで、この話をしたんですけど、そうするとクオリティは一緒なんですかって質問が来たんですね。まあ、クオリティってのはおそらく、海外の回転寿司は、接客がいいとか値段がいいとかね、なんかいいから、回転寿司のレベルが高いから高いんじゃないかというふうに思ってた節がありますけど、まあ、むしろ接客とかを考えると逆ですね。日本の寿司屋さんで頼んだものが、なかなか来ないとか、味噌汁運んできてね、ひっくり返すとか、あんまないと思うんですけど、シドニーの寿司屋だと普通にあります。で、味噌汁をひっくり返してもですね、悪びれもせず、おしぼりで拭いて終わりです。別にクリーニング代出しましょうか、お代は結構ですって、日本でありがちな、恐縮したサービスはないです。まあ、こぼしちゃったよ。人間誰でも間違いあるからねって感じでね、別に普通に拭いておしまいと。まあ、サービスレベルは日本と比べるまでもなく、まあ、ネタの方もね、日本のように、まあ、魚介類が豊富に、寿司ネタが豊富にあるわけじゃないんで、まあ、特に良くもなく悪くもなくって感じでね。クオリティは、シドニーのが下かなって感じですね。それで値段は3倍です。で、まあ、回転寿司だけだと分かりにくいんでね。実はこの日本の物価がね、安いですという話、ホリエモンの、まあ、大学の卒業式の講演で聞いた話を元にしてるんですけど、それに出てきた、バンコクで5万円で超満員の寿司屋っていうのがあります。まあ、それどの寿司屋かねって気になったんでちょっと見てみたら、どうも多分この寿司屋ですね。本物寿司。ね。これ美味しい寿司屋ですよってつもりの写真なのかって感じでね。いまいち食欲そそんない写真出てますけど、ここが多分5万円の寿司屋ですね。1人5万円ですね。握りのレベル。ね。まあ、ネタは多少日本からいいのを運んでるそうなんで良さそうですけど、握りのレベルというと、これ、お粗末な感じですし、何よりもこの寿司屋でね、すき焼きとご飯とそばがあるっていうね、日本で言ったらまあ、二流三流のお店にありがちな品揃えですね。握りも、日本ならどう見てもバイトが握ったレベルと。まあ、これで、バンコクだと5万円で超満員ですね。一方、日本で1万円かで食べられるお寿司屋さん、ね、綺麗な寿司ですね。まあ、見るからに美味しそうです。この辺行くと、まあもう何も言うことないですね。うわ、食べに来てって感じですけど、これでだいたい高くて1万5000円、
まあ、1万円前後でこのお寿司が食べられます。まあ、で、これ以上の超高級店はもうそもそもね、海外じゃないんで、比較してもしょうがないんですけど、まあ、タイだと、バンコクだと5万円と。ね、バンコクって物価安い国だって勘違いしてる人いますけど、高い店というか、高くてもお金を払う人はバンバンいます。そんなわけで、日本のクオリティの高い商品を輸出して儲からないわけがないと。ね、儲かる商品が探せないとしたら、その大前提というか、ほとんどの理由は、日本は物価高いから、日本のものを輸出しても儲かんじゃないのかな、儲かんないんじゃないのかなっていう先入観が原因のことが多いです。そんなわけで今日は、お寿司を例に、ね、日本は物価が安いという話をしましたけど、一事が万事、すべてにおいて、日本のものっていうのは、クオリティの割に値段が安いです。だから輸出で稼ぐってことは簡単なんでですね、先入観を持たず、商品を探していただければ、商品はどんどん見つかります。で、またうまく見つからない場合は、やったこととかね、何ができるとか、どんなお店があるっても教えていただければ、見つけ方のサポートもしますんで、お気軽にご質問ください。以上、転売王堀秀夫でした。